どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、イープランスさんの提供動画になるんですけど、イープランスさんってね、変わったもの多くて好きなんですけど、まあ、自分がね、あの提供動画引き受けるときは、これはちょっとね、気になるもの、紹介してみたいと思うものだけを引き受けるようにしてます。実はね、依頼ってものすごくいっぱい来てるんですけど、その中からね、自分の良さげと思ったのだけ紹介してるんですけど、今日もね、ちょっと変わったもの、まあ自分はこういうの紹介したことない感じですね。今日紹介する商品はこちらです。これね、 iPhone のウエストポーチになります。早速中身を見てみましょう。さあ、では中身を見てみましょう。これね、こういうファスナー的なねやつになってますね。はい、さあ行きましょう。こんにちは。出た。あ、こういう質感なんだ。あー、なるほどね。素材がね、ビニールみたいな感じです。わかるかな。なんかね、傘というか、なんかこうシュシュッとしてる感じでね、肌触りはね、すごく気持ちいいですね。はい、で、ここにね、まあスマホ、 iPhone とかね、スマホを入れるようになってて、これがね、空気穴なのかな。はい、で、まあベルトになってますね。ベルトになってる。ここに e-plans って書いてありますね。ここは何なの、革っぽい感じになってます。で、お、あ、そうなんだ。今ね、ここにファスナー見えてると思うんですけど、これね、スマホ入れとは別のとこです。小物入れもついてるんですね。うん、なるほどね。結構な大きさですね。あの小銭入れとかそういうのも入りますね。で、ファスナーの方はこのように防水仕様になっております。雨の日でも大丈夫。で、こっちがね、スマホ入れる方ですね。ウィーンと、はい、今ね、この紙の iPhone が入ってますけど、大きさは iPhone6 の大きさですね。ちなみに今自分が使ってるのは iPhone6S Plus、 でかい方の iPhone になるんですけど、これでかい方入んのかな。あ、全然問題ねえ。全然問題ないですね。入ります。しぽっと。 6S プラスだとちょっとね、はみ出しちゃうんですけど、まあ問題なく入りますね。ただね、このフィット感はね、ぴったりきますよ。アップル純正の革のケースつけてるんですけど、それでずれない、ぴったりな感じです。じゃあ iPhone6S を入れてみましょう。はい、では iPhone6S、 これを入れてみましょう。これね、あの今ね、プラスの方はでかかったんでぴったりだったんですけど、普通の6の場合はちょっとこうね、透明なところをこうぴったりね、合わせてあげた方がいいですね。ほら、これご覧ください。 iPhone6 にぴったりの大きさでございます。で、後ろを閉める。まあ多少はずれてもしょうがないのかなっていう感じはしますね。はい、こんな感じで入りました。で、操作の方なんですけど、この iPhone はタッチ ID 設定してないので動きます。余裕ですね。いや、反応いいな、これマジか、すげえぞ。あのね、前にね、バイク用品で、まあどれとは言わないんですけど、まあ動画でもね、ちょっとやったんですけど、あのこんな感じのね、バイクのタンクにこう磁石でパチッと貼っつけるやつをね、紹介したことがあるんですけど、こんな感じでこうビニールの中にね、画面があって、そうこう触れるっていうやつだったんですけど、あれがね、反応しなくてね、何回もクッキクッキフワーってやって、ようやくこうフッて動くみたいなだったんですけど、これは素晴らしい、これは素晴らしい。ほんと、なんでこんなに反応いいんだろう。材質、ちょっとね、この材質まではよくわかんないんですけど、まあ反応いいですね。まあ反応がいいということで、仕様にも何も問題がないといった感じでございます。ではですね、ちょっとこれ腰に巻いてみましょうか。腰と言わず、たすき掛けにしてもいいのかな。ちょっとやってみましょう。はい、ということでね、今これ腰につけてるんですけど、こんな感じでまあ使えるわけですね。で、つけた状態でもちょっとこう上向ければね、画面も見やすいです。素晴らしいな、これ。で、まあこう腰につける以外に、なんならね、なんならこうたすき掛けにしてもいいんじゃないですかね。
たすきがけ、たすきがけちょっと変かな、でも使いやすい、使いやすいですね、うん、っていう感じでございます。これいいわ、気に入った。さあいかがでしたでしょうか。ということでね、まあウォーキングだったりジョギングだったりとか、まあその辺はねすでにねこの辺とか、まあウエストポーチ的なものをつけてる方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ自転車とかバイク、まあスマホホルダーあればいいんですけど、スマホホルダーまでは別にいらないやという方はポッケに入れといたりね、あの小物入れに入れといたりするんですけど、バイクによっては自転車なんかもそうなんですけど小物入れがなかったりするんで、そういう時に、こういうねウエストポーチバッグがあれば、あの振動とかねそういうの気にせず持ち運べるんじゃないかと。しかも防水なんで雨の日も大丈夫だと。まあなんなら人間につけないで車のねシートのヘッドレストとかにかけといてもいいし、まあ、そういう使い方もできるんじゃないでしょうか。ということで今日は E プランさんのウエストポーチバッグ、まあ iPhone じゃなくてね他のスマホでも大丈夫だと思います。以上です。じゃあね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあね。